はい今回は大阪万博は地盤沈下70センチで惨憺たることになるというやばいニュースこちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、大阪万博の話なんですがこの話がもし本当っていうかあこんな風になったらもう多分ですね、えー、まあ、関西っていうかもう大阪も終わりだろうなっていうまあ、そういった話なんですねでニュースになっていてまあ、ちょっと専門的なところがあって難しいんですけど あの分かる限りいろいろ調べてみたんですよ。で、SNS とかをですね、調べて、まあ、こういったことなんじゃないかなと思う、まあ、そんな僕なりの解釈をお話ししていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。今回の件も、まあ、調べて思いますけど、いつもお伝えしているように、大阪万博、絶対反対です。家事の IR も絶対反対です。で、この、そういうね、大阪万博に、まあ、かかる、 まあお金とか人とか建築資材とかノートの復興支援にも全力ですぐにでももう回すべきだと思ってるんですがまあ ずっとこの大阪万博の工事をやってると、まあ、おかしいとしか思えないんですが、えー、まずですねこのニュースの内容がややも複雑なんですけど、まあ、その、ねえー、難しいなんていうのかな地盤の話に入ると、えー、僕、わからないですし、まあ、リスナー様で詳しい方はいらっしゃるかもしれないんですがかなり専門的でちょっとわけわからないんですよ。だからもうちょっと分かりやすいところをですね、えー、SNS とかを調べたんで、まあ、そちらから考えていこうと思います。 えまずですねこの 70cm の地盤沈下ってこれどういうことかって話なんですが非常に危険なわけですね。でこの夢島っていうのはあ地盤が緩いマヨネーズ地盤ということが言われてるんですよ。でまあ、ちょっと別な話なんですが 沖縄の辺野古基地ってあるじゃないですか。あの辺野古基地っていうのもこのマヨネーズ地盤っていうことなんで、そんなところにまず物を建てるっていうことが物理的にほぼ無理なんですよね。そういったところでこういうことをやろうとしていること自体おかしいわけですよ。で、えー、まあ自民党とか維新の会とかっていうのもありますが、それ以上に普通にそういった詳しい方が考えれば分かることなんですよ。で、そういうまあものを 全然考えずに、えーまあ、やろうととしているとで、えー、この夢島ってのはもともとごみとかの、まあ、埋め立ての人工島なわけですよ。だからまあ分かりやすい例で言うと、まあまあ、僕と、まあ、リ,リスナー様がですね分かりやすい例で言うと多分こういった感じだと思いますねあの。食べ物の豆腐ってあるじゃないですか。あの上に何か物を乗せていくような感じですね。豆腐の上に、えー、物を乗せたら豆腐が崩れるじゃないですか。 あの夢島ってあの豆腐のような感じだと思えば分かりやすいんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういった SNS の投稿があったので、そしてですね、えー、まあこの関西の地盤というのはあ別の意味で違った問題もあるんですが、例えば関西空港というのも地盤沈下をし続けているわけです、30年ね。でこれっていうのも大きな問題なんですが、 つまり、この関西空港も夢島も、その何か上にものをなんか、なんて言うんでしょうね、乗せるとか、そういったものに、えー、不適切なんですよ、耐えることができない、で、あるいはね、ね、えー、まあ、皆さんも思ってらっしゃるでしょうが、あどこかのタイミング、何か揺れる可能性っていうのがあるわけですよ、関西にね、南海トラフとか、そんなのしたらもう終わりですから、でそういった状況下、諸条件、諸状況ある中で、えー、こういったものをやる。 大阪万博をやる。しかもそんなね、えー、地盤が緩いマヨネーズ地盤のところでやる、うん、明らかに崩壊するでしょうそういったことをやろうとしてるんでお金がどうのこうのっていうまあね公金税金を使うっていうのもおかしいですがそれ以上にも前提となってることがおかしいんですよっていう話に、えー、まあ原点になりますであのニュースの内容っていうことよりもニュースの内容なんかあったんですけどちょっと難しくて僕に理解できないのもあるんで SNS の, SN のまあ内容で、ですね、えー、まあその地元の人、まあ、僕も関西ですけど、地元の人の投稿とか、まあ、そういったもので気になる内容をいくつか調べたので、そちらをまあ皆さんで考えていこうと思うんですが。 この夢島っていうのは軟弱地盤であるっていうことですね。でそのまあ、もしも揺れが来て、まあ、その液状化しているところになったら、まあ、もう大変なことになるわけですよ。で、実際にですね、過去に、この夢島でない、えー、その付近ですね、揺れたときに、えー、そんなに揺れでなくても、まあ、揺れたときかな、揺れたときプラス大雨かな、大雨でも、まあ、その夢島にアクセスする道路ですね、そのトンネルがもう冠水してしまったんですよ。そんな状態で、 道路を増やすとかなんとかって言ってますが、必ずですね、えー、こう台風とか大,大雨が来るんで、この時点でアウトじゃないですか。えー、揺れもそうだし、台風もそうだし、大雨もそうだし、アウトです。だから何を言ってるのかっていうと、夢島で大阪万博をやるっていうこと自体絵に描いた餅なんですよ。防災意識が全くないところでこういうことをやる時点でおかしいとしか思わないんですね。 維新の会、松井、橋本、自民党、安倍、菅党、こういうことを考えてますが、こういった人間たちが分からないはずがないんですね。まあ、分かっててやってるのか、なんだか知りませんけど、おかしいでしょ普通に。で、今度はですね、少し前の話になるんですが、阪神・淡路の際にですね、その経験した人が、これ、あの内容を投稿されていたんですが、 大阪市の沿岸,沿岸部はですね、えーまあえー、液状化して道路が大変なことになったっていうことなんですよ。で、またあこういったことが起こるかもしれないじゃないですか。然揺れとかもあるしね。で、何があるかわからないんですよ、この液状化する、そういった地盤とかね。うん、で、えー、この地元の方があ、まあ、投稿してる内容としては、大阪万博会場が沈むと。うん でもう終わりだっていうことなんですね、でそのまあ、この方の意見では、あの防災がどうのこうのっていう以前に、のの先ほどの豆腐の上に物を載せるような感じなんで、もうぐちゃっと潰れるからね、うん、即中止しかないとで、やっぱり地元の方で、まあ、思っていることが、まあ、僕もそうですが、同じなんで、大阪万博を即中止して、能登の被災地の方に復興支援に、お金も人も建築資材も回すべきっていうことそれをおっしゃってます。うん で、夢島っていうのは、いろんな問題があるんですよ。実はですね、かなりの部分が埋め立てしても水没してるんじゃないかとか言われてるんですね。で、こちらもですね、この SNS で一般人の方がおっしゃってるんですがあの、お金が無限にかかるっていうことなんですよ。だから、13兆円って言ってますが、13兆円突っ込むうが、例えば30兆円突っ込もうが、100兆円突っ込もうが、多分無理なんですよ。で、これ何をししよううととててるのかっていうと 大阪万博のためと言って、えー、また埋め立てをしてで、その後埋め立てをして、でまたさらに、えー、どんどん地盤が下がって、その工事を繰り返す。一体いくら金かかるのって話ですよ。十何兆円でもやばいわけでしょ、額。しかし、それじゃ収まらないんですよ。ずっとそれを繰り返すっていうことです。で、あのー、なんでそういった場所を選んだのかっていうのも謎なんですよね。で、この大阪万博の、ね、それを決めたのは、自民党の安倍と菅あ、維新の会の松井と橋本なんですが、 まあどういう経緯でこんなものをしようとしたのか分かりませんけれど、まあ、酒の席でとかって言ってますがうまくいくわけないじゃないですかだからこの夢島を会場にしてねこの埋め立て地でその豆腐の上に何かを乗せるっていうもうむちゃくちゃなわけですよ、うん。そういったことをやろうとしてるっていうかもう、ね、やめないからやろうとしてるわけでしょ。 で、今度は、その、埋めた、あの、埋め立て地がうまくいかないのに、その、インフラ設備に、えー、金をどんどん投じていくわけですよ。近くの、ね、地下鉄、電車とか、まあ、水道とか、インフラとかすべて。で、またそこでも財源がどうのこうのって、その財源でも揉めたわけでしょ。もともとはそんなことは話に入ってなかったけれども、それを入れたら10兆円超える、まあ、10兆から13兆か知りませんけど、異常な、あ、額でしょ。それがいくわけですよ。で、えー、今度はですね、 まあ、この一般人の方で、えー、分かりやすい、えーまあ、話なんですが、あのー、この話でですね多分結構分かるんじゃないかって分かるっていうかお分かりいただけるんじゃないかと思うんですよ難しくないんですよね。 うん、あの人口埋め立て地としてのこの夢島っていう、まあ、ことなんですが、えー、海抜が低すぎるっていうことなんですよ、でこ,ここからなんですね、この一般人の方が言ってますが、えー、全体を3メートル上げるのに何百億かかるんだろうかって、まあ、あね、な70センチっていうことなんで、まあ分かりませんけど、まあ、何十億とかかかるんでしょう、意味が分からないじゃないですか。 だからもうはっきり言って絵に描いた餅を何しようとしてるのか理解不能なんですよ。やってるとかって言ってますがいつ何時揺れでとか雨でとか台風でとかどうなるかわからない。うん、でその大雨の対策とかって言ってるんですがこの万博会場もし大雨対策するんだったら1 0ンチ以上上げないと排水が機能しないっていうことも言われてるんですよ。 えー、ポンプで排水とかって言ってもほぼ無理っていうことで、えー、避難所には高さが必要ってことなんですよ。だからあ何にもできないんですよね。これこんなところで。なあ、あのー、建築業者がとかって言ってるけど入って何やってんだろうなって思いますよね。まあ工事が間に合わないっていうことなんで、えー、まあさっさとやめろとかって思うんですけどまあ訳わ,わかんないことやってるじゃないですか。意味わかんないでしょ普通に。これ調べて。訳がわからないんですよ。まあ今までも訳わ,わかんないと思ったんですが。 で例えばですね、えー、何やら、まあ、長いニュースだったんですが、そのニュースがあの理解に苦しいんでね、えーまあ、ちょっとその要約っていうことで考えていこうと思うんですが、2025年4月の予定している大阪万博の、まあ、会場ですね、人工島、夢島の地盤が最大で70センチ近く沈下する危険があるってこと、これ、ニュースにこういうふうに書かれてあったんですよ。うん、なんんでででこれでやるししょうねしかもその後 会場建設になってててい関係者たちは危機感を募らせている。何でやるんだろう意味がわからないいと思いません,、うん。やめろって話じゃないですかそんなこんなことを言ってるんだからね。で今度お、まあ、その後に何やらいろいろ書かれてあったんですが、まあ、ちょっと理解不能なんでね。うん、で今度こういうふうに続いていくんですよ。その真逆のことを言い出すんですね。 万博協会は地盤沈下についての事実確認と安全性について見解を求めると回答したと、会場内は大阪市が埋め立てによる土地造成工事を実施し、埋め立て完了後しばらくの間、沈下することが通常です。このため2022年4月に大阪市から引き継いだ会場の造成工事を計画する際に、大阪市の埋め立ての沈下予測を 活用し新しい沈下量の実測値を踏まえ将来沈下量を推計したものでこれに基づき2022年10月から造成工事を実施してます、えー、何やら意味が分からないことを言ってますが、まあ嘘でしょうね、えー、できるわけがない先ほどの豆腐の上に何かを物を積むっていう、えー、簡単に考えると無理なんですよでまた続くんですよね建物の沈下対策としてはあ設計のガイドライン建築物等による自慢沈下を抑制するため新たなあ あのまあ、負荷をかけない基礎形式として、えー、なんてらかんたらと書いてますがあいうわけが分かりません。で、えー、建物の設計段階で、えーまあ、そういったものに配慮すると安全面への懸念はないものと考えています。 えー、沈下量は継続して、えー、測定しており現時点で大きな問題は発生してませんと言ってますがこれ確かですね別の時に僕調べたら、えー、このどれぐらい沈んでるかっていうその測る、まあ、そそ測定する機械メーターみたいのがそれが消えてたっていうことなんですよだそれ下がっていってなくなったんでしょ全然危ないじゃないですかでこのあの万博,会万博協会はこんなこと言ってるけどその前の部分あるじゃないですか会長建設になってき危機感を関係者が募らしてるって だからやめろよって話なわけですよ普通にね。うん。意味がわからないでしょ。こんなものをやること自体が意味不明なんですよ。だから、えー、まあカムフラージュでおそらくその後のカジの IR に行こうとしてるんでしょうけどカジの IR もうまくいかないですよ。だってここ,こですからこの夢島でやるんでしょ夢島の付近で。まあ夢島かどうか知りませんけど。わけわからないじゃないですか。本当に。あだから本当唖然としますよね。 えー、本来、最優先するべく能登、えー、の,の復興支援をせずに、えー、こんなことをしてるとでさらに、えー、国民が反対しても大阪万博を強引にやるっていうことでしょだからこれ、まず大阪万博うまくいかない多分あのその時期、えー、予定してる時期に間に合わないあと、その後どうなるかわからないんですよで、火事の IR とかって言ってるけど夢島では無理でしょ、うん、だから、あの絵に描いた餅を永遠とですね、えーまあ、その議員ですよね、自民党とか維新の会が言い続けて そこに金を、まあ、投入する、公金税金を投入するって、全くもって無意味な、意味不明な、金どこに捨ててるようなもんだと思いますけどね。うん、明らかにおかしいでしょ。で、これ、維新の会がですね、別に僕は維新の会大嫌いですから、自民公明維新の会大嫌いなんでね、別に擁護するわけじゃないですけどえ、維新の会はよく中国とかって言うんですけど、中国じゃないですよ、多分。中国なのかもしれないけど、中国じゃないですよ。アメリカです。で、これ、どういうことかっていうと、 安倍と菅と松井と橋本が始めたこの大阪万博なんですが、まあ、当然ですね自民党維新の会の責任っていうのはあのすごく大きいんですよこんなものをやめろって話なんですがでそこの裏にはえ、まあ、日本の,まあその大企業経団連経済同友会あるいはその土権利権とかプラス総始国米ですアメリカですよアメリカと、まあ、経済界が儲かるっていう感じじゃないですかね。 でそのアメリカのね、そのところが、火事の IR のところに、えー、まあ入り込んでるっていうことで、でおそらく、そこが儲かれば、もう日本、どうなってもいいっていう、そういうノリでやってるんだと思いますよ。だって、まず、豆腐の上に物を積むっていうのが無理でしょ、プラス、金、いくらかかるか分かんないんですよあの。日本政府も分からないとか、なんかまあ言ってました地味花子って万博の大臣が言ってましたけど、なんかコメントしてましたけど、いくらお金がかるか分からないって。 それ再現なく金を突っ込んでいくんですかって、そのなんか知りませんけど、ねインフラ整備か、なんかに、完全に日本経済パンクするんじゃないですか。だから、何がどうなるかっていう、その未来図が見えないんですが、おそらく大阪万博を強引にやった後大阪が崩壊すると思います。その崩壊っていうのは、いろいろあるんですよ。経済崩壊とかね。あとはなんかわからないですけど、全く想像ができないですけど、だって危ないものをやろうとしてるわけだからね。 であのーまあ、皆さん聞いたことあるかもしれないんですが、まあ、僕もそんなに詳しくないですがこういった話聞いたことないですか ?2025 年日本崩壊するとかこれじゃないですかね大阪万博をやることによって、ね、そ,それ以外今もありますよ今もね岸田が例えばそのウニなんか分かりませんけどウン十兆円とか、ねえー、渡すとかってだからあの経済が崩壊するんですよ日本の経済がどうにもならないじゃないですか。 てて、うん、僕はあの調べていて思い思ましたでもちろんどうしていいかわからないんですけれども、まあ、僕たち国民がですね何,何かしら声を上げてどうにかしてこの大阪万博を止めれば、えー、話は変わってくるかもしれませんが何が何でも意地でもやろうとするでしょあのポーズをとってちゅあの延期しようかなとかって延,期延期なんてする気もないし延期してもダメなんですよもう中止にしなければいけない延期するっていうことはどういうことかっていうとこの問題をあの先延ばし先延ばしするだけなんで。 うん、だからおそらくはっきりとは分かりませんが大阪万博をやったらその後ですね関西の経済大阪が崩壊して本、うん、本当に日本崩壊するんじゃないかと思いますあの今までねこの大阪万博の件いろいろ調べたんですけど今回調べた内容が一番やばいかなと思いましたね。 でまたあの、まあ、ちょっと難しい、えー、類似する内容もあるんでまた分かったものがあったらお伝えいたします。だからあの地盤の問題でもやばいし公金税金金の問題でもやばいしもう何かもう何が何だか分かりませんよね本当に何やってるのか分からないですよっていうかそういうのやめて本当に能登の復興支援に金も人も建築資材も回せ本当にあの多分多くの日本国民がそう思ってるしかしそれを、えー、やらずに。 まあ自民、維新、あとマ丸かな、マ丸と米でやってるっていう、おかしいとしか思えないと、まあそういったものを調べて、えー、まあ思ったことをお話しさせていただきました。この話ですね、まだちょっとあの続きっていうか難しいところもあるんで、また分かったらお伝えいたします。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。今回はここで終わります。失礼いたします。